22週超えたらもう立派な人間だから、それを下ろしたら殺人になるって。だから無理だって。妊娠してるの？この先予想される欠席日数からすると、遥香さんの進級の可能性はなく、留年するのが確実でして。え、要するに学校辞めろってことですか？んで、育てられるんですか？産ませるなんて不幸になることが目に見えてるじゃないですか。ちょっと、おかしいだろ。手をつけましょう。4月27日かな、君の予定日、赤ちゃんが生まれてくる日だよ。やっぱり私産みたくない。私最低だよね。ひどいことしちゃった。君にもできることはあるよ。